いらっしゃいませ。サンロードの花澤です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。皆さんはお菓子好きですか？まあお菓子苦手な方ってね、あまりいらっしゃらないかと思いますけども、お菓子と言いましたら、やっぱりお菓子単体で食べますよね。何言ってんだお前って感じですけども、今回はですね、お菓子なんですけども、料理にもお使いいただけるお菓子ご紹介しようと思います。その商品がですね、こちら、湖池屋のトルティアチップスです。こちらですね、そのまま食べてもですね、もちろん美味しいんですけども、いろいろなお料理にもお使いいただけますよ。例えばですね、こちらのサラダに入れていただいてもいいですし、沖縄の郷土料理でございますタコライス、こちらに入れていただいてもですね、美味しくお召し上がりいただけるんですよね。お菓子が料理に合うなんて本当なのかよって思われるかと思いますけども、それではですね、こちらのお菓子を作った料理をですね、ちょっと試食してみようと思います。まずはですね、こちらのトルティアチップスそのまま食べてみたいと思います。いただきます。これまたサクッとしてまして、食感がいいですね。またですね、もうこれ塩味というだけもございまして、この塩がですね、もうくんのり効いておりまして、もうね、このままでも美味しくお召し上がりいただけるんですけども、こちらですね、料理に使っていただきますと、さらに美味しくお召し上がりいただけますよ。ということで、こちら、湖池屋のですね、トルティアチップス、こちらを使った料理、いくつかご準備していただきましたよ。今回はですね、こちら、サラダ。ですね、サラダにこのトルティアチップスを散らしました。こちらのサラダとですね、あと唐揚げですね、このトルティアチップスをですね砕きまして、それを衣にしたこちらの唐揚げを準備していただきましたよ。それではですね、早速食していこうと思います。まずはですね、こちらのサラダからいただいてみようと思います。それではトルティアチップスで野菜を挟みたいな。それではまずはですね、こちらのサラダいただきたいと思います。それではいただきます。この野菜のですね、シャキシャキとした食感と、またこのトルティアチップスのですね、パリッとした食感がまたいいですね。まだこのトルティアチップスの香ばしさね、普通の生野菜サラダには香ばしさってないですよね。そこにですね、このトルティアチップスの香ばしさが加わりまして、いつものサラダがですね、より一層美味しくお召し上がりいただけますよ。まだこのトルティアチップスですね、トウモロコシが資源量となっております。このトウモロコシの味わいもですね、口の中に広がりまして、これまた最高ですよ。このサラダですね、こういう感じでトルティアチップスで挟んで食べますと、これがですね、このトルティアチップスの香ばしさと食感がですね、またうまい具合にマッチいたしまして、いいですよ。続きまして、唐揚げいただきたいと思います。もう見た目からしてですね、なんか衣がサクサクしてそうな感じですよね。それではいただきます。やっぱりサクサクしてますね。ただサクサクしてるだけじゃなくてですね、この鶏の旨味をですね、逃がさないようにこのトルティアチップスがガードしてるような感じでですね、もうこの鶏の唐揚げがですね、いつもより一層美味しく感じますよ。冷めてもですね、このサクサクっとした食感が残っておりますね。お弁当のおかずに唐揚げ入れられる際にはですね、もうおすすめですよ。お弁当に唐揚げ入れるとね、ちょっとお昼食べる時にベチャーってすることあるじゃないですか。そういうのがですね、もうなくて、もうお昼に食べてもこのサクサクっていうのが残ってますので、お弁当のおかずに唐揚げ入れる際にはですね、おすすめですよ。はい、このようにですね、もうこれ単体でももちろんいいですけども、お料理にも使える
おかしいですよ。その他にもですね、カルパッチョをお使いいただきますし、まだこちらを砕いて卵焼きね、これもいいかと思いますよ。またですね、こちらいろんなレシピございます。こちらですね、この袋の裏に小池屋キッチンでございまして、またここに QR コードを表示されてあります、ね、この QR コードを読み取っていただきますと、この小池屋キッチンに飛びまして、このトルティアチップス、こちらを使ったですね、アレンジレシピがいろいろございます。ぜひそちらをご参考になられまして、このトルティアチップスを使った料理作ってみませんか。今まで作ってる料理にですね、アクセントが一つ加わりまして、その料理がですね、レベルアップするかもしれませんよ。ぜひですね、こちら小池屋のトルティアチップスお試しいただければと思います。またこちら大容量パックになっておりますので、ここにですね、チャックがついてるんですよね。こんな大容量になりますと一度に食べきることはもうないですよね。だからですね、こちらチャックがついておりますので、とても便利ですよ。また小池屋と言いましたら、やっぱりポテトチップスですよね。このポテトチップスの大容量パックもご準備いたしておりますよ。こちらもですね、チャックがついてございます。もう一度に食べきる必要ございません。2回3回4回に分けてお召し上がりいただけますよ。とても便利ですよね。ご視聴いただきましてありがとうございました。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほらチャンネル登録しなっせ。